い、浄水場川田です。もしもし、高齢者犬のことで、はい、ちょっと伺いたいんですけども。あ、少々お待ちください。はい、もしもし。あ、もしもし、はい、高齢者犬のことで伺いたいんですけど、ちょっと細かく、はい、はい、よろしいでしょうかね。はい、どうぞ。あの、高齢者犬のプレミア分っていうのは、はい、これ原資はどこの、はい、どこから来てるんでしょうか。あ、市の補助金が 98% 入ってまして。はい、市の補助金っていうのはどこから。え、市からです。市、それは元は何になるんですか。はい、税金ですか。そうです。あ、税金ですね。はい、はい、それが98%、2% がお店の負担になります。2% で、あとは事務手数料とかいうのは、それも含めて、あの、市の補助金の中と 2% で入ってますね。事務手数料と印刷代とかいうのは全部含まれるんですかね。そうですね、印刷とか事務費などだいたい450万程度はかかるかと思います。あ、そうですか。で、まあ、私使ったことないんですけど、いろいろ話を聞いたらですね、はい、あの、一人で購入の限度が20万円まででしたっけ。え、20冊の10万円、これ1回での購入限度額となっております。1回で、そうすると一人で2回3回って買えるわけですね。そうですね。で、話に聞くとですね、はい、まあ、車を50万とか100、まあ、高額で放浪車券を使って購入したりとか、はいはい、そういうのも問題ないわけでしょうか。そうですね、1回の限度は10万円という形になっておりますので、まあ、車でご利用されている方もいらっしゃいはします。はい、まあ、本来の使い方っていうか、まあ、目的はあれですよね、その地域の中でみんなが使っていくっていうのが目的なんでしょうかね。そうですね、地域経済、消費の刺激っていうのがですね、一番の目的になっております。消費の刺激。はい。あ、そうですか。対策という形でやっておりますので。はい、だから、あの、今いろいろと、まあ、話を聞いてですね、問題もあって今回は改善してやったっていうふうにも聞いたんですけど、はい、どういうふうなものが問題で、どういうふうに改善されたんでしょうか。問題というよりはですね、あの、使える期間を長くしてほしいという要望等がありましたので、11月の、今まで下旬、12月の頭発売を11月の上旬ですね、発売開始ということで、1ヶ月ぐらい使用期間を長くしております。その分終わるのは3月11日でしたよね。そうですね、使用期限は3月11日。あれですよね、終わるのは今までの3月末が3月11日になったということで、はい、実質10日ぐらい長くなったってことですかね。え、昨年でも3月11日までが使用期限となっておりますので、約4週間程度早使用期限が伸びております。なるほどですね。まあ、使わないで、例えば、まあ、あのお店加盟店に来ますよね。はい、そしてその加盟店がそれを、はい、自分のとこで換金するんじゃなくて他のとこで使うっていうやり方も。それはできないようになっております。できない。はい、でもそれをしてるっていう話も聞いたんですけど。あ、そうですか。要はその加盟店のとこは 2% その手数料払うわけですよね。はい、そうなります。ですから、その手数料のことを考えると、はい、自分が仕入れた分にかかるわけですから、まあ、それを他で使うと、その手数料払わないでいいってことになりますよね。ですね。そういったのに、使用できないようにということでですね、こちらお願いしております。使用お願いで、実際に仕組みは、できない仕組みはどうなってるんですか。ですね、受け付けたら、後ろに、使用店舗で、ザバンと印鑑の方を押していただく形になっておりますので、使用店舗がですよね、持ってきた人じゃなくて。ということは、使用店舗が、例えば、押さなければ、はい、それが回る可能性もあるわけですね。そうですね、その可能性も、ね、絶対ないということは言い切れないと思います。いや、でも、そういう話を聞くもんですから、そうなったとしたら、ちょっとね、はい、使われ方に問題が起きる可能性があると思うんですよね。そうですね。
ちらはもうお店の皆様方をですね、信頼関係でやっている部分でございますので、まあそれで、例えばグリーンストア今回は入ってるんですか？加盟店グリーンストアさん入っております。あ、前回入ってなかったですよね。前回も入っております。あ、そうですか。あ、それじゃあ私の勘違いですね。はい、わかりました。またちょっと細かい、あとそれの説明とかいろいろなんかわかるものはなんか掲載されているものないし、ホームページ等で。そうですね、市のホームページに載っている部分が今取り扱いのあれなどが載っておりますね。登録受付のが載っておりますので、ホームページになるわけですね。ホームページにですね、加盟店の説明がありますね。加盟店の説明、はい、はい、取引商品取扱い加盟店用という形でホームページの方に、ね、載せております。わ、かりました。じゃあ一人でもいくらでも買えるってことですね。1回の限度が10万で、一応、1回10万円という形で、お金がある人は何度でも買えるってことですね。そうですね、販売店も何箇所もあるもんですから、でも本当にすぐなくなったんですよね、前回もね、なんかね。昨年度が3週間程度での完売という形になっております。はい。で、まあ予報も増えありましたので、今年は2000万程度。私としては、そのあたりを、例えば、買いたい人が買えないっていうことは、やっぱりね、ちょっと問題だと思いますよね。例えばですよ、一人で買い込んで、まあ、広く、やっぱ使っていただくっていうことが一番理想だと思うんですけど、はい、そうですね。買い込まれて、やっぱそういうことがなくなるっていうのは、はい、それもやっぱりその仕組みやら、対策を、はい、やれば、まあ、できる範囲だと思うんです、まあ、販売を一箇所にして、販売した人を、まあ、ずっとですねチェックしてという形を取れるとそれができるのかもしれないですけど、やっぱり利便性を考えて一箇所では無理ですよね、私に考えてね。で、販売店が、まあ、9箇所程度ありますので、うん、それをですね同じ人がもう一回限りというのがきっちりできるかどうかという部分がですね、ちょっと正直に難しいのかなという部分はあるかとは思います。まあ、今現時点では難しくても、まあ、次等に関してそれを、はい、例えば販売期間もですよね、まあ、あんまり遅いと、ね、使えないということもあるでしょうから、そのあたりアンケートを取られて、はい、前回のアンケートは要は期間が短かったということですよね。期間を伸ばしてほしいという要望があったというのと、発行金額を増やしてほしいという要望で、そちらに今年度対応しているという形ですね。わかりました。またちょっといろいろと、はい、まあ、問題の方ばっかり話を私はもうずっと聞いているので、そのあたりまた今、まあ、よくいい方向でいくようにまた電話もさせていただきたいと思いますので、はい、すみません、失礼ですが、こちら様でしょうか。はい、と申します。私担当しております中村と申します。はい、また何かいろいろとございましたらよろしくお願いいたします。どうも、はい、よろしくお願いします。はい、はい、失礼いたします。火曜日午前11時10分です。